東大生が選ぶ意外と知られていない勉強になる名所ランキング。東大王初登場、ニュース加藤シゲアキが神保町で超お宝本を発見。さらに森かすみは話題の大分県から、タモリさんは老舗百貨店からクイズを出題。果たして東大生だからこそ知る意外な勉強スポットとは。水曜夜7時、ときめく時を TBS。